はい、皆さんこんにちは。どうも、ナトです。今回は標高の高いところに来ました。もうね、枝が見え見え、葉がめちゃくちゃ落ちていて、鳥の観察もすごくしやすくなってな。ただね、寒いのが苦手な鳥は低地の方に行っちゃうので、あんまり出数は稼げないと思いますが、普段見つかりにくかった50からとか、あとはもしかしたらキバシリもね、いると思うんですよ、この環境は。それじゃあ野鳥観察始めていきましょう。レッツゴー。なんだあれは、トビっぽいな。行っちゃった。帰ってこい帰ってこい。来ないか。ふう、今日も旋回キレッキレだね。すげえな。いや、冬の山にて、冬の山は鳥少ないから結構貴重ですね。ありがてー。なんだろう白石霊かな、分からん、遠すぎて分からん。一眼いけっかな、ちょっと編集しないと分かんないパターン。行かないで。あ、いた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 。そう、あの子たち、あの子たちなんですよ。あの、タヒバリとかなのかな。写真からわかると思いますが、めちゃくちゃ遠かったです。アップすると後頭部後方の白斑もないように見えますし、かなり開けている環境からおそらくタヒバリでしょう。ん、なんか止まった。止まったぞ。あ、フォルムカワラヒワっぽいな。どうでしょう、逆光で分かりませんが、写真を撮って後で編集すれば。あれはカワラら、アマオイだったかな。そこのね、白の幅が大きいと大カワラヒワっていう冬鳥なんですけどね。あ、いた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 。あの子あの子、ちょっとあの子ズームして、で編集担当している俺ちょっと童貞お願いします最終ジャッジを。はいはい、提出していただいた写真を解析いたしました。こりゃ亜種の大カワラヒワで間違いないですかね。3列風切り羽での白色部分の幅が広い傾向にあるので、この子はその特徴が濃く出ていますね。今いたぞ、なんか、あ、エナガだエナガだ。あー、ピンが、あー、そこにもいた、エナガ。あ、エナガ、あー、幸せが、幸せがたくさんだあー、そこにもおる。あー、エナガだ、かわいい。下がってく下がってく、ちょ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 。コゲラさんとかこういうキツツキの仲間って舌が長いんですよね。でその舌長いからしまいにくいんですよ。なんで舌を頭蓋骨の裏側、まあ頭蓋骨の裏通って頭の頂点まで伸びてるんですよね。本当に本当にそれがすごいのよ。あ、参戦した、かわいそう。ちょっと待って待って待って、今頑張ってその子つついてたじゃんかわいそうに。なんだ、あ、北条だ。はあ、北条だ。河岸線とか方線とか線が多い北条だ
図鑑によく解説でね採用されるんですよ。よしよしよし、あの子取れるかな。ススキメめっちゃいい位置にいる、めっちゃいい位置にいる。そのままじっとしてくれ、そのままじっとしてくれ。いい子だから。おっと、今俺取れたか。いた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 。ああ荒ぶってる荒ぶってる。そうね、幹の下って結構ね虫冬眠してるんですよね。で落ち葉ひっくり返して食べてると。はい、そして写真撮れずと。あ、まだ横にいるじゃん。おや？ん？なんかいたぞ今。あ、味噌サザエだ。あ、味噌だ味噌。あー、味噌ササイ、やったー。この動画初だっけかな、味噌ササイ。いるいるいる、入っちゃった。あ、まだいる。ぜひ写真も撮りたいとこですけど、いけるかな。俊敏だな、どんどん奥行っちゃう。やば、かわいい、ちっこ。なんだあれは。あ、ルー、ん？なんだ。あ、ルリビタキだ。ルリビタキ発見。よし、いいぞ、連続して。この動画で出てない鳥出てますね。素晴らしいことだ。ちょっと撮れるかな。え、まだいる。あ、くわ、写真撮れで。今日全然写真撮れてない、やばい。お、今度ルリビタキのメスだ。どうした今日。怖い。赤ケラいた。赤ケラがいました。ただめちゃくちゃ遠いですね、ここも。あ、素晴らしい。いい、いいお尻。明太子。本当お腹空いてんだろうな。なんだかんだ言って今日朝食べてないし、お昼なんて肉まん1個だし。はい、今回の動画はここまでとなります。ガチ初見鳥の大河原ヒバに加えて、さらにはこの動画、このチャンネルでは初めての鳥が2種、まあ合計3種類もですね新しく記録に乗りました。冬のカモを狙い池や海に行くのもいいですが、葉が落ちた森を歩くのもまたいいかもしれません。それじゃあまた次の動画フィールドでお会いいたしましょう。バイバイバイバーイ。本当に最後まで見ていただきありがとうございます。これからも僕と一緒にいろんな生き物を見つけていきませんか。まだ知らないたくさんの日本の自然、生き物をお見せします。高評価、チャンネル登録はエネルギーになります。それじゃあまたお会いいたしましょう。グッバイ。
寒い。